委託して妻にキスをするステルウェル総長。福音スーツとして受け取ったシングルスーツを着用している。福音スーツは第二次世界大戦後に福音兵の市民生活復帰を支援するためにイギリス軍が支給した背広服である。品質自体に問題はなかったものの一度に数百万人分を調達しなければならなかった都合から多くの福音兵が サイズの合わない背広服を受け取ることとなった。そのため、しばしば戦後イギリスにおけるコメディの題材とされた。福音を短縮したデモ部という表現は1930年代から使われていた。第一次世界大戦時にも福音兵に対する背広服の支給は行われていたが、福音スーツという表現は通常第二次世界大戦後に支給された背広服のみを指す。 1945年6月18日以降、年齢や勤務期間に応じて段階的に復員したイギリス軍人は数百万人を数えた。復員兵の大多数は入隊時に兵服を処分していたため、彼らを市民生活に復帰させるためにも人揃いの兵服を支給しなければならなかった。しかし、当時は衣類も 配給制度の対象とされており、大量の配給リップがなければ十分な背広服を調達することができず、また、背広服の生産自体も大幅に遅延していた。当時、陸海空軍はそれぞれ兵服集積所と協力して、個別の福音支援局を運営していた。陸軍福音支援局は兵器化によって管理されていた。アクスブリッジには空軍福音支援局があった。 兵服集積所で背広服を受け取った福井運兵。一部の福音兵は支給される背広服が昔のギャングのようだったことに不満を述べていたという。福音支援局では軍服と兵服の交換が行われた。いわゆる福音スーツはこの時に支給される兵服一式の一部であった。帝国戦争博物館によれば兵服一式には以下の衣類が含まれた。 それ以外にも手袋、下着、靴下、山高棒などが支給される場合もあったとする文献もある。また、その他の衣類を別途調達するための衣類配給ギップ、タバコの特別配給ギップ、鉄道片道乗車券も共に支給された。軍服を持ち帰ることも認められていたが、多くの福音兵は軍服を引き渡し、兵服一式を詰めたスーツケースだけを持って、 福音支援局を後にした。1945年末まで、週あたりおよそ7万5000着の福音スーツが、調達された。主要な供給元の一つは、バートン社で、一説には福音スーツが一揃いで、支給されることとバートンの創業者、モンタギュー・バートンの中から、一切合切を意味する俗語フルモンティが造語されたとも、言われている。その他には、フィフティシリング・テイラーや、 シンプソンズ・オブ・ピカデリーも福音スーツの供給を行っていた。福音スーツは当時十分調達可能だった最も高級な材料で作られており、いわゆる実用服ではなかったが、常にすべてのサイズの背広服が用意されていたわけではなく、在庫不足からサイズの合わないスーツを支給されるものも少なくなかった。そのため、福音スーツはしばしば嘲笑とユーモアの対象となった。 ある福音兵はズボンが非友好的であると言い,い、彼らは私の足から距離を取り、半旗を掲げもに服したと語った。また別の福音兵は支給された背広服について、ゆが独尊な奴のように敵対的で威圧的だと語った。福音兵は自分の順番が回ってきた時点で在庫があった背広服を受け取った。 時には着用者と大幅にかけ離れたサイズの背広服しか用意されていないこともあったが、その場合は後日改めてオーダーしたものが郵送されることになっていたので、通常支給される福音スーツよりも体に合ったものを受け取ることができた。支給された背広服は大部分が同じデザインだったので、 軍服と引き換えに福音スーツを受け取ることを制服からまた別の制服へと捉えるものも多かった。ある福音兵は、俺がライトグレー、ピンストライプの福音スーツを着て胸を張って街を歩いている時、周りを見回すと誰が福音兵かはすぐに分かった。みんな制服を着ているんだ。ライトグレーのピンストライプスーツを、と語っている。同じ理由から、福音スーツ自体の 愛国的機械を隠せないのが恥ずかしいとしてほとんど着用しなかったと語る者もいる。それでも大多数の福音兵にとっては最初に手に入った兵服であり、戦後もフォーマルウェアとして長らく使われていくことになる。衣類の配給制度は背広服をはじめとする兵服の需要を闇市にもたらした。そのため、福音支援局前にはしばしば闇屋が立ち、出てくる福音兵たちから 平服一式を10ポンドほどで買い取っていた。これは議会でも一時問題として取り上げられたが、平服一式はすでに福音兵たちの私物であるとされたため、政府としての対策は行われなかった。以下に示すのはオリンピアに設置された福音支援局平服集積所の様子である。1945年、JB プリーストリーは福音兵の戦後を描いた小説、 スリーメイン入ースーツを発表した。自身も、福音兵の一人であるアンソニー・パウエルは、1968年の小説ザ・ミリタリー・フィロサファーズの最後で、オリンピアの福音支援局の様子を描いた。第二次世界大戦後のイギリスにおいて、数百万人に支給された福音スーツは、多くの国民が共有できる話題の一つであり、しばしばコメディの題材とされた。とりわけ、 サイズが大きすぎた、あるいは小さすぎたことが、冗談のネタにされた。福音兵だったコメディアンのノーマン・ウィズダムは、常にきついスーツを着て舞台に立っていたため、評論家から、福音スーツの道化師と呼ばれていた。ウィズダムの訃報でも、彼が愛用した、サイズの合わない、ズボンのずり上がった福音スーツに触れられている。同じく福音兵だったコメディアンのフランキー・ハワードも、 サイズの合わない福音スーツを着用して舞台に立っていたことで知られる。ありがとうございます。